この雪を踏むザクザクという音を録音するために今このビデオを撮ってます。雪を踏むザクザクの音を録音するために今このビデオを撮ってます。見晴らしのいいところに来ました。いつもここはベンチがあるので休んで富士山を見てます。先ほどより少し雲が取れて富士山が目の前に見えてきました。左には南アルプスです。南アルプスです。渡辺さんがアイゼンがなかったのでアイゼンを片足ずつつけてアイゼンを片足ずつつけて登ってます。結構雪が多いです。から宮古が登ってきます。さっきの雲が隠れて富士山がよく見えます。さっきの雲がどこかに行って富士山がよく見えます。いや、頂上もあとわずかです。頂上もあとわずかです。
このデジカメの電池が少なくなってますという、電池が少なくなっているという表示が出てきました。そろそろピンチです。越前岳の頂上がものすごいものすごい地面がドロドロです。そんな下がすごい状態です。越前岳の頂上、まるで泥田みたいな状況です。越前岳の頂上から南の方を見ると、今日は霞んでいてよく見えませんけど、伊豆半島がと駿河湾、向こうの方は清水あたりですけど、秋しない景色です。近くは富士市です。今日は霞んでよく見えません。富士山の雲が晴れて素晴らしいです。素晴らしい富士山です。今日最後の富士山です。ずっと右の方から